ご視聴ありがとうございます。今回は群馬県富岡市に鎮座する妙義神社を紹介します。はじめに富岡市は群馬県の南西部に位置していて、神津の国一宮貫崎神社や世界遺産富岡製糸場がある町としても有名で、関東平野の北西端であり、町の西端には日本三大奇景の一つとされる妙義山があります。妙義神社は赤城山、榛名山とともに上毛三山の一つに数えられる妙義山に鎮座していて、妙義山とは白雲山、金堂山、金慶山、相馬岳、御岳、長須の頭、野球山などを合わせた総称で、南側の表妙義と北側の裏妙義に分かれています。妙義神社は妙義山当面の中腹に鎮座し、標高1104メートルの白雲山を御神体としていて、江戸時代から火伏せや雷よけの霊言があると信じられてきました。車だと上信越自動車道松井田妙義インターチェンジから2キロ約5分、道の駅妙義に車を止めて参拝することができます。春には美しい桜のアーチが楽しめる、参道にある樹齢200年のしだれ桜を過ぎると鮮やかな朱色の総門が見えてきます。安永2年西暦1774年に建立された高さ12メートル切妻造りの見事な八脚門で、神仏集合時代に妙義神社には別当として存在していた上野寛永寺の末寺である白雲山石童寺の二王門でした。明治の初めの神仏分離令により廃寺となったため、石童寺の二王門が妙義神社の総門となった現在も左右に二王像が祀られています。妙義神社は社殿によれば千賀天皇2年西暦537年創建で約1500年の歴史を持ち、御祭神は第12代景行天皇の皇子で日本神話の英雄大和尊皇子、伊勢神宮の外宮に祀られている豊受けの狼、学問の神様天神様として知られる菅原道真公、南北朝時代に第96代後醍醐天皇に仕えた公家で、妙義山や妙義神社の名付けの親である権の大納言、長近卿の四柱を祀ります。古代は箱祖神社と呼ばれ、妙義山を御神体とする山岳信仰の神社でした。高さ10メートルもある石垣は江戸時代半ば妙義山に産する安山岩を用いて築かれたもので、技巧の匠なることで有名で群馬県指定重要文化財になっています。また道鳥居の脇にそびえる樹齢500年にもなる3本の杉が作る三角形の中心には本殿にまっすぐ向いた平らな石が置かれていて、妙義神社屈指のパワースポットとされています。箱祖社の社殿は妙義神社の旧社殿で、昭和44年に本殿が鎮座する上部の神域からこの場所に移築復元されました。2本の柱の上部に歌舞伎を貫き渡しただけの鳥居に似た釘抜き門と呼ばれる歌舞伎門を抜けると、左手に樹高 14.8 メートル幹周 3.9 メートルの妙義神社の裏城菓子があり、その先には宝物殿御殿を拝観できる社務所があります。俗に宮様御殿と言われ、寛永5年に再建されたもので、ここは寛永13年から江戸東栄山寛永寺の座す輪王寺宮の隠居所となった場所で、社務所の廊下には妙義山が海の底だった証拠の化石や、この地に残る伝説の品などが並べられ、一番奥の天皇陛下しか入ることのできなかった部屋も拝観できます。
太鼓橋を渡ると道が二手に分かれていて、正面は妙義神社で最長の男坂と呼ばれる165段の急な石段と、右は女坂という迂回道になっています。もちろん行きは男坂。箱祖社や社務所のある旧寺域の標高が476メートル、本殿のある上野神域は標高505メートルなのでおよそ30メートル、マンションの10階分を登ります。ただ登るだけだと辛いだけなので、景色を楽しみながら下にも目を向けて、165段の中に1段だけ一枚岩でできている石段があるので探しながら登ってみてください。長い男坂を登りきると、神域の入り口にあたる明暦頃に建立の県重要文化財になっている随神門があります。北側に袖回廊がある随神門には随神像を左右に安座し、裏側の左右には赤鬼青鬼が安座されてます。随神門をくぐると正面に神域上段部の石垣が現れ、参道を左に一旦鍵の手に折れ進むと右手に石段があり、これを登ると神域上段部の入り口となる宝暦6年建立の重要文化財である唐門がありますが、まずは神域から見える素晴らしい景色を眺めながら石段の疲れを癒してください。唐門は一見平唐門で、前面に漆塗りで彩色が施してあり、天井には狩野玉園の弟子の中沢円舟が描いた龍の図を見ることができます。黒漆塗りで素晴らしい装飾が施された社殿は、本殿、幣殿、拝殿、ともに桁行き3軒、播磨2軒の堂々とした権現造りで見応えがあり、本殿の裏にはパワースポットとして有名な天狗を祀った天狗社が鎮座していますが、残念ながらこの時は通行止めで参拝できませんでした。ですが、社殿向かって右側の北門には、箱祖神社時代に本来のご神体である妙義神社最強パワースポットの養護岩が鎮座していて、旧本殿である箱祖社が建てられていた場所で、北門を出た回廊外側の養護岩の石窟には石狮が鎮座しています。最後に、妙義神社は天空の社と呼ばれ、その由来は富岡市を一望できる立地だけでなく、1992年に発見されたが固有名が付けられず、小惑星1449と呼ばれていたものが、国際天文学連合において妙義神社と正式に登録されました。本来、宗教など信仰に関連する名前は付けられないとされていますが、特例として世界で初めて神社の名前が惑星に名付けられ、本当の天空の社、小惑星妙義神社は今も太陽の周りを約 3.47 年かけて一周しています。
fire.